ものづくり大学は、埼玉県行田市前谷333に本部を置く日本の私立大学である。2001年に設置された。大学の略称は、もの大、アイオット。基上の理論教育に偏重しがちだった大学の工学教育に一石を投じ、ものづくりの基本に立ち返って、建設業や製造業の実務現場で活躍する。 スペシャリストの要請を推進するために作られた大学。計画時は国際技能工芸大学の歌唱だったが、総長となる哲学者の梅原武氏が、もの作り大学の大学名を提案し、そのまま採用された。また、英語名のインスティチュート・オブ・テクノロジスツは、マネジメントの創始者であるピーター・ドラッカー博士によって名付けられた。2019年現在、 設備の充実度で、軍を抜く実践教育と評価されている。基本理念は、以下の6つである。1990年代、建設業現場での熟練職人の不足を憂えた、建設関連学科の大学教員、専門事業者などが集まり、サイトスペシャルズフォーラムという任意団体を構成し、建設関係の新たな人材を育成する。 教育機関として職人大学構想を立案した。実現へ各方面に働きかけていたところ、同様に製造業において高齢化加速による技能者の急減に危機感を抱いていた財団法人中小企業経営者福祉事業団の理事長が賛同し、具体的な大学設置の計画が進むこととなった。これらの経緯により、当初計画の建設業と、 KSD 会員の多い製造業との2系統の技能、技術者を育てる2学科を持つ大学として計画が進展した。当初佐渡に設置する構想だったが、大学誘致の熱意があり、人材を集めやすい首都圏で広いキャンパスを得られることなどから埼玉県行田市に設置されることとなった。また、総長として、 著名な哲学者の梅原武氏が参画することになり、梅原の熱い思いから、大学名は、ものつくり大学と決定された。しかし、開学直前に、KSD 事件が発生し、文部科学省から、大学の開学の認可に際しては、KSD と、その関連団体の関与を排除することを、条件とされたため、現在は、KSD との直接の関係はない。 中央旨物作り研究情報センター教員と産業界並びに公的機関等との連携による共同研究や在職者や求職者のためのものづくりに関わる教育、訓練を担い、地域産業振興等に結びつけるための活動を行う。図書情報センター文献資料の収集、管理、提供を行う図書館とコンピュータネットワークの拠点である。 情報センターを統合した施設である。同、見取り学生寮、希望者は2年次以降の滞在もか。学校法人もの作くり大学の名誉会長の豊田、章一郎は2001年もの作くり大学を訪れ、制作したボートで競争レースも行う授業を視察。その際、学生たちの目を見ると、輝きが違う。生き生きしている、ものづくりの本能が、人間にはあると述べている。 学園祭は、壁連祭と称し、例年10月に開催される。研究発表のほか、学園祭イベントの一つとして、毎年、地元の小学生向けに、マンガンカーレース大会を開催。学生の指導で、アルカリマンガン電池で動く、模型自動車、マンガンカーを製作し、ものづくりの楽しさを実感してもらう。その他、 同窓会や埼玉県技能士会連合会などによる子供向けのものづくりの機会を多数提供している国内大学海外大学ありがとうございます。